思い出箱の使い方、写真や動画を見返しやすく整えよう、増えていくアルバムをまとめて見返しやすく、アルバムを自由に作れる思い出箱。思い出が増えていくとアルバムも増えていきますよね。たくさんできたアルバムをアルバムグループにまとめることができます。まとめたいアルバムを選択し、リモコンの三角ボタンを押し、表示されたメニューからアルバムグループに入れることができます。例えば発表会や運動会などの行事を学校行事とまとめておくなど、どんな形にまとめると見返すのが楽しくなるか、お子さんとも話しながらアルバムを作ってみてください。他にも写真や動画を楽しめる機能が満載です。いろいろな機能を使って、あなたのご家族らしい特別な思い出箱に育てていってくださいね。